京都外国語大学スペイン語学科3回生の浦海里です。ラテン文化がすごい好きで、ずっとメキシコに行きたいと思ってました。私の大学とイベロが、新しく協定を結ぶということで、第一期生として留学できるということでイベロに来ました。で、あとメキシコの友達がすごいイベロがすごいいいって言ってて、ここを選びました。で、ご飯もすっごい美味しいし、すごい楽しんでます。で、メキシコすごい大きくて、いろんな綺麗なところもあるし、いろんなところ旅行できて、いろんな場所を見れて、いろんな経験ができてて、すごい今のところ楽しいです。で、まずすごい文化が違うのと、いろんな人に会って、いろんな文化を経験して、いろんなものを見て、で、視野を広げられる、それがやっぱり留学のいいことだと思います。留学生も多いし、すごい国際的な大学です。